めんね、急いでいるんだ。募金お願いします。弟が病気で手術にお金が必要なんです。おう、いいぜ。やったー。ほらよ。こんなにいいんですか？ありがとうございます。久しぶりに募金してもらっちゃった。そういえばさっき見てたけど、あんまうまくいってないみたいだな、募金活動。はい、そうなんです。頑張って声をかけてもみんな行っちゃって。まさか一人でやってんのか？両親は？手術のお金が必要だから、お父さんやお母さんは遅くまでお仕事してて。そっか、大変なんだな。だからお父さんやお母さんが来れない分、私が頑張らないと。それに、恵まれない子供たちのためにどうか募金を。募金お願いします。募金しちゃいます。ありがとうございます。あの人たちは私と違って、見ず知らずの子供たちのためにみんなでお金集めてるんです。それってすごいことだと思います。だから私ももっと頑張らないと。そうか、えらいな、お嬢ちゃんは。ちょっと場所を変えるか。え？闇雲に話しかけてもうまくいかないだろう。もっと目立つところでやらないとな。少しだけ手伝ってやるよ。ありがとうございます。私、めぐみって言います。おじさんは？俺は春日だ。じゃあちょっくらいい場所を探すかな。募金が集まりそうな場所は。あの店の前に行くぞ。あ、はい。もっと。すまねえ。へえ。ありがとうございます。
そうか。いいぜ。すまねえ。はい。
おう。よう、めぐみ。浮かない顔だ。春日さん、あのね、いつもあそこでお金集めてた人たち、最近来ないんだ。ああ、そうか。お嬢ちゃん、ちょっといい？あ、募金のお姉さんとお兄さん。頑張りなさいよ。それじゃ、そういうことだから。じゃあ、そうか、ありがとな。今日も頑張ってるのね。募金してもいいかしら？あ、
じゃあ俺はもう行くぜ。頑張れよ。はい。募金か。あまり深く考えたことなかったが、これからどこかで見かけたらまたやってみるか。本当に必要なやつかどうかよく見極めねえとな。